おしぼりで赤ちゃんを作ります。おしぼりを手前から丸めます。真ん中でストップし、反対側からも丸めます。左から3分の1を上へ折り、先を広げます。余った部分を上に折り、先を広げます。このヘリを1センチほど折ります。この部分が頭になるので丸く整えます。この部分が手になるのでちょっと引っ張り出します。この部分は足なのでヘリを少し折り、足を強調して引っ張ります。この部分も端の部分を折り引っ張り出します。手と足の部分をこのように体の下へ折り、頭を上にギュッギュッと持ち上げれば、はい、赤ちゃんの完成です。